ちは、小池由衣です。ですね、今日はなんと初めての宮古島に来ています。はい、ということでですね、この宮古島すっごく時間の流れがゆっくりで、はい、癒されております。海も綺麗で、ということで髪の毛がついてたっていう指摘を今受けこの時間の流れに癒されて明日も頑張りたいと思います。では小池由衣でした。さよなら。笑顔バージョン。おー、宮古です。あ、かわいい。皆さん、おはようございます。この時間がやってまいりました。小池由衣です。2日目の宮古島、すごくお天気も良くて気持ちいい朝となっております。そして今日はこのボートヨットで世界一周の旅に出たいと思います。すごい音が入っておりますがはい、ということで皆さん、私を見かけたらぜひ手を振ってください。それでは旅に行ってまいります。さらば。映ってるけど
崎ゆいです。うさぎです。はい、今年はうさぎ年なのでうさぎをつけてみました。はい、ということで今日もう全部の撮影が終了しました。イエーイ。はい、初めてのこの宮古島はですね、本当にゆったりしていて、なんかだからちょっとコメントも全部ゆったりめで今回喋ってるんですけど、はい、なんだろう、この海はもう本当に綺麗で、日本一、世界一ぐらい綺麗な海で撮影ができてすごく楽しかったです。写真もきっといいのがたくさん撮れていると思いますので、ぜひ皆さん発売ご覧ください。それでは小池由依でした。宮古島最高。暑い。今日はなんとヤングガンガン初のスタジオでの撮影です。ということで見てください、このお花。わーわー、お花に囲まれちゃってって感じで、今回のテーマはお花がモチーフになっています。皆さんぜひお楽しみに。ということでお着替えしてきます。バイバイ。
わりました。じゃん、見てください、チューリップにチューリップです。自分もチューリップになっちゃいました。この衣装は手作りだそうです。今日はお花にたくさん囲まれて、なんかすごい楽しかったです。初めての経験で、なんか出来上がりがすごい楽しみです。皆さんぜひお楽しみに。じゃあまた会う日まで、バイバーイ。